中原めぐみ氏、1987年7月10日帯は愛知県大武市出身の元プロ野球選手。愛知県大武市出身。小学2年から投手兼保守として野球をはじめ、中学時代は投手兼外野手。武蔵高第2校では1年春からベンチ入り、秋にはエースとなるが2年秋には遊撃手に転校。 強権強打の大型遊撃手として注目された。二学年下には菊池良介がいた。進学したアジア大学でも1年春からベンチ入り。3年春に外野手のレギュラーをつかむと3期連続でベストナインに選出された。東都大学リーグ通算61試合出場、186、打数42アンダー、打率、226、9本塁打。 24打点。2009年の第37回日米大学野球選手権では、同窓の中田良二と日本代表の4番5番を張り、中原は前後試合で安打を放ち6打点を挙げ、日本の連覇に貢献。MVP に選出された。2009年10月29日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスの4位指名を受け入団。 2012年までは一軍昇格はなかった。2013年は春季キャンプ、オープン戦と一軍に帯同し、3月16日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、鏡木のボルから本塁打を放つなどしたが、開幕直前に二軍降格。結局プロ入り後4年間で一度も一、軍公式戦出場のないまま、同年10月7日に、球団から戦力外通告を受けた。 同年末には、語学留学を兼ねて、プエルトリコのウィンターリーグに参加するなどしていたが、この年限りで現役を引退。その後、2014年6月12日に、福岡県福岡市中央区大名に自身が店主を務める、夜直し居酒屋 A じゃないかをオープン。ホークスの選手や親しい関係者などもたびたび訪れていたが、後に居酒屋は閉店。戦術のようにもともとは、 下平生であったが、三姉妹である母方の名字、中原をと題させないため、2009年2月に祖母と養子縁組をして、下平から生を変更した。次男である中原に生を継がせることは、中原が幼い時に亡くなった母方の祖父の遺言であったという。来期契約について、ソフトバンク球団公式サイト2013年10月7日、配信、中原選手、 本類打王の歴史に中原の名を残すことを誓った日刊スポーツ2016年6月3日閲覧ありがとうございます。